ハローテニスファン、小野田道久です。今回は綿貫プロ対高尾プロの10ポイントタイブレークマッチをやりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シングルスでは初対戦ということで。いや、もちろんですよ。それはもちろんですよ。何やる前から疲れちゃった。いやいや、それはアップをね、しっかりやらないと。どうでしょう。そうですね、綿貫プロのちょっと印象、高尾プロの印象。いや、もう見てのまんまじゃないサーファンドボレーの天才の、もう僕たちはやっぱりね、あのフェデラーとの試合がもう頭。ああ、そうか。ありがとうございます。それを見てる世代ですもんね。あのイメージのまま来ないで。今日は全然それはもう月日が経ってますから。まあ、今日は胸を借りるつもりで。はい、こちらこそ楽しませてもらいます。はい、じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう引退試合でいいですよね。いやらしいマジで。ガチでポイント取りに来てるよ、あの人。では、トスからいきましょう、はい、アップをダウンで。アップでお願いします。はい、ありがとうございます。はい、アップです。じゃあレシーブで。レシーブで来ました。はい、わ、はい、かりました。じゃあ、あの、行きましょう。はい、お願いします。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。ガチでめちゃくちゃアップしてるんで、ちょっとビビってるんですけど、点数与えないんで僕はもう、0点で、10-0 で勝ちたいと思います。僕の年の半分の年齢の、相手ですから、動きは絶対いいし、いくらのカーペットが彼のいわゆる普段やってる主戦場じゃないとはやっぱ対応する能力も非常に高いと思うので、焦らずにうまくスタートしたいなと思います。楽しませてもらいます。よろしくお願いします。まあ、サーバンドボレーで来るでしょうね。早い展開でね。そのボレーのスライスを綿貫プロがちゃんと持ち上げてパスでつなげていけるのかっていうのがポイントでしょうね。多分展開早くなると思います。お願いします。よし。今すげえ飛んだと思うけど、多分そんなに飛んでないんだよな。いきなり来た。いきなり来た。でもファーストが入ると多分あれぐらいのリターンの形になっちゃう。やる気だな。てか1ポイント取られちゃったよ。ミスター。うわー、ルーチです。はい、ナイスサーブです。ナイスサーブ、サーブ。いや、角度があるね。ちょっと一回首が上に振られるわ。よし、危ない危ない危ない。いやらしいマジで。正直な話、今アプローチは短く狙ってないです。当たり損ないました。申し訳ない、当たり損なってる、すいません。ちょっとやばいっすよ、もう2点も取られちゃいました。トゥーワン。よし、よし、ナイスパス。よいしょ。ちょっと久しぶりの試合だから緊張するんだけど、普通に。次以来ですか。3ヶ月ぶり。3ヶ月ぶりっていうの後の試合ぶりなの。いやー、いいパス、当たり前です。ドール。ちょっと予測したいね、サーブを。カーペットは、この辺ぐらいから弾んでないもんね。それはネットをあんだけ固められたらね、なかなかパスに出ないですです。おお。あのフォアスラー来ました。
ポイント取り来てるよあの人。もう引退試合でいいですよね、そのつもりで。いやまあ若さがあるんで、もう結構疲れてるんで、若さ生かして頑張ります。ちょっと僕も疲れちゃいました。アナキプロは最近試合に出てないので、動きっていうものと多分僕のタイミングではちょっとやったことがないからまだ衰えてくれてます。ちょっとこの後対応してくるんで気をつけます。よし、さあ一回勝負。はい、さあさあさあ、ぶどうさんからあれさあです。はい、ボディが効いたスライスケートボディです。あんまりスピードとパワーでは頼れないからね。ちょっと考えろ考えろ、やりにくそうだね。サーブがなかなか、ボディとかに来ると 5-3 ロックかな。何回やらされたぞ。もったいない、考えすぎてんな。先に仕掛けろ。もったいない。ちょっと出力がこう落ちるボールがいくと高尾プロはすぐ球に行くのがうまいかな。自己申告です。アウトです。4年後のセーフジャッジ。遅れて入ったからアウト。あのジュニア時代ぶりの僕シンプルに目悪くて見えないんですよ。あ、集中あ集中。サーブサーブ。やったやった。ナイスサーブ。めちゃめちゃでかい今の。OK です。ああ揺れたな。集中してる。誰かコールしてほしいぐらいマジで。こんな展開予想しました。当たり前じゃないですか。いやぶっちゃけ言っていいですか、あのカーペットなんで全然挽回できると思わなかったんで。ちょっとめちゃめちゃビビってたんですけど、いやいいぞサーブの。なかなかね下がってリターンしてるからね狙いづらい。若い選手との駆け引きでまたそれはそれで違って面白いですね、うん、ねちょっといい形で取りたいです次は、okay、頑張れ頑張れ俺。ホルトです。ナイスだ。
よいしょよいしょ、でかい。でも自分の一番得意なプレスタイルでポイント取られるのが一番悔しいんで、ここでマッチポイントなんで、しゃ、集中、はい、休校です。なーすか、靴必要ないわ。いやいや、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、ただいまの結果10対5で綿貫プロの勝利です。おめでとうございます。ありがとうございました。参りました。はい、ありがとうございます。ちょっと感想を聞かせてください。いや、ぶっちゃけ言っていいですか。はい、僕3月ぶりの勝利です。あ、その前の年の、ね、前の年、去年のことね。そうです、もう久しぶりに勝ったちょっとこうほわーってしちゃうちょっとね、コロナ禍のねところでツアーがちょっとなかったので、そうですね、はい、そういったところもちょっと試合感という意味では難しかった部分もちょっとあるんじゃないですか。いや、そうですね、まあ、このカーペットだしちょっとずるいですよね。あ、そう最初のサーバンドボレーが決まった時はちょっとあれやべえなって感じするでしょ。ちょっとこの完成度高えなって感じするでしょ。あのサーバンドボレー以外のところが結構完成度高くて普通にポイント取れなかったので、まあでもサーブでね、やっぱり入るとなかなか高尾プロも返すの難しかったんですか。いや、もうね、まずまあもちろんね、この対決の前にサーブのとこだってフォアだってバックをいろいろね、はい、やってもらったんですけど、やっぱなかなかね、こう読めない。まずスピードがあるっていうので、はい、そのスピードがあることによって、やっぱりその取れるとこっていうのは限定されちゃうんで、うん、先にちょっと動き出さないといけないから、うんうんうん、もうそれの逆来たら取れないし、まあ、もうライン際に来たらちょっと今申し訳ない、僕の能力で能力の体力ではいやいやいや、なかなかできないですけども、やっぱね、中盤からゲームの中盤からこううまくこっちにね、こう僕ねやらさせられた、なんかこううまくはめられたところを僕も焦ってしまったし、最後なんかももう前に行かなきゃいけないんだけど、でもどっかでねやっぱ躊躇してて待ってるんじゃないかと思って、多分入ってもあれも完全に回り込む体勢に入ってたからボレーで止めるのも難しかったと思う。でもすごい楽しみました。ありがとうございます。本当、いや、なんか試合見てるとやっぱりそういう駆け引きとか、なんていうの、ゲームメイクっていう、こう焦んないでポイントを取り行かずにちゃんと自分の中で考えてこうプレーしてるなっていうのが分かりましたし、このねちょっと早いカーペットの中でもちゃんとしたメイク、チャンスメイクができるということで、さすがの勝利だったと思います。はい、サーバンドボレーもね最後決めて、ね、しっかり決められた。逆にサーバンドボレーで決めると嬉しいし、めちゃめちゃ嬉しいです。やっぱ相手の得意なプレースタイルで決めた時ってめっちゃ嬉しいじゃないですか。ちょっと嬉しかった。それを今後の試合に参考にそうですね。ひどかったですけども、こんなんだってましたけどね、ボレーの時。はい、ということで、じゃあ、綿貫プロのシリーズはこれで最後になるんですけれども、ちょっと今日一日いかがでしたか、やってみて。まあ、YouTube の撮影そうですね、本当あまりなかなか僕は慣れない中だったんですけど、はい、もう二人の優しくしていただけたんで、もうとても楽しくできましたし、まあ、本当に、まあ、皆さんがなかなか難しい状況ですけど、はい、まあ、テニスをしていただいて、少しでも上達につながってくれれば一番嬉しいですね。はい、今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!